京万博開催まであと2年となった今年、上海に万博展示センターが開館しました。上海市内の目抜き通り、媒介路沿いにオープンした万博センター。総面積1000平方メートルの会場には、過去の万博にゆかりのある品々が所狭しと展示されていて、中には1851年ロンドン万博で作られたクリスタルパレスの模型や、1876年アメリカ万博の電話機セットなどの貴重な品も。また建設中の万博会場の現在の様子が写真や映像で紹介されています。我没问，但是我试图去我们去解答这个想法。后来想，这些老年人，其实上海这座城市的历史也并不悠久。这些老人其实他经历了这个城市整个历史和文化的这样一个发展，所以他们对未来某种的期望，他比今天的一些青年人可加更加看重。会場では至る所に上海万博のマスコット、ハイバオが展示されています。人と人、人と自然がお互いに支え合ってこそ、より良い都市、より良い生活が実現できるとの思いを込めて、漢字の人をモチーフとしたデザインとなっています。この展示センターでは早くも万博グッズが販売されています。その中で一番人気はこちらの万博バッジ。お値段198元です。我希望我们那作为一个中国人来说啊，能够世博会在中国的开展是我们中国人的自豪。那么我们希望这个世博会在上海能够取得的圆满成功，体现出一个与人的和谐啊，全世界的和谐。希望上海世博会的时候，人们能够人与人之间的距离能够拉近，做一个文明社会。上海万博展示センターには初日から3日間で1万人が来場。その後も1日平均3000人が訪れ、上海市民の関心の高さを物語っています。センターは上海万博が開催される2年後まで展示を続ける予定です。